菊池克人と佐々木千秋の言霊アラカルト、どうもお久しぶりでございます。前回風邪ひき始めて一回治りかけて、はい、まだもうちょっと残ってます。今日すいません、ちょっとまだ喉が痛いんですけど。いやーなんか聞いたところにも言いますと、今年の風邪って結構しつこいらしいですよ。あ、本当？はい、いやちょっと早く治したいんで。いやもうね、菊池さんもですし、リスナーの皆さんもね、風邪ほんと気をつけてくださいね、うん、いやところで聞いたところによりますと、はい、昨日千秋さん、はい、誕生日だった。あ、そうなんです。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、誕生日をね迎えまして、うん、また一つ大人になりました。おめでとうございます。はい、菊池さん、何かその誕生日とかエピソードありますか？思い出に残ってるなみたいなのってありますか、ね。うん、あの実は僕ぐらいの年齢になってくると、はい、誕生日そんな嬉しいわけじゃないんですよ、はい、で あるところで、はい、ある人にお礼をしようと思って、あのレストラン用意したんですよ。あら、僕は誕生日をやってもらうんじゃなくて別の件でやったの、はい、あっちが僕の誕生日を知ってどっかで調べて、はい、そのレストラン地中海料理だとしか僕言ってなかったんだけども、ここで地中海料理ってここしかないって言うんでさ、はい、調べてくれて、はい、で結局このなんだっけ、あのバースデーのこのあるじゃない、あのデザートみたいなやつ、 あ、はい、あれをいきなり出してきてさ、最後に、なんで知ったんだよここだって言ったらさいや調べたら分かりましたとか言って、はい、これは嬉しかったね。嬉しいですよね。でも全く考えてないから。そうですよね、言ってなかったし言ってなかったし全然考えてなくて、これは、はい、あの嬉しい思い出ですね。いやなかなか、予想しなかった。食べ終わるまで分かんなかったから。いやなかなか、バースデーって書いてあって、どう、なんで分かったのここってちょっとね、調べました。驚きとね確かにもう誕生日をね抑えてらっしゃったんですよね。そ、 それは嬉しかったね。それは嬉しいですね。ちょっと自慢に聞こえたらごめんね。いやいや全然誕生日ですからこれは嬉しかったです。はい、はい、そんな思い出あります。私はですね、まああの結構撮、ありがたいことに誕生日の日に撮影をしてることとかお仕事のことが結構多いんですけど。それはいいね。はい、うん、あの昔ですね、先輩の誕生日の時に、うん、まあ、ちょうど撮影が行われてまして、うん、私もねこうサプライズをしようと思いまして、撮影中にね、うん、そういう企画あったんですけれども、うん、まあ、あのいざとなったらいつの間にか途中から私もサプライズされる側になっていましてよかったじゃないよ。いやあの時はね、ちょっとさすがにしてやられたりという感じでとても手が震えたというのが素晴らしい、はい、印象に残っております。気持ちがありがたいよね。ありがたいですよ、ね、ちょっとなんか照れくさいような嬉しいような、本当に誕生日っていうもんですね。はい、さてこの番組ですね、言霊アラカルト、筆跡心理コンサルタントの菊池克人さんとセリフを話すという職業についております私女優佐々木千秋が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊としてラジオを聞きのいただいている皆さんにお伝えしていく番組です。まずはメインパーソナリティの菊池克人さんの略歴をご紹介させていただきます。菊池さんは1953年東京生まれで、大学卒業後大手ゼネコンに入社、国内をはじめ国際事業部の一員として活躍され、そして今から15年ほど前から書かれた文字からその人物を診断できる世界に興味を持ち始め研究、うんうん、そして現在は筆跡心理コンサルタントとして法人様のコンサルティング、講演、セミナーなど幅広く筆跡や言葉につながるさまざまな活動を行っていらっしゃいます。はい、あの私ね、やっぱりこういう番組通じてね、はい、やっぱ本当に少しでもね、筆跡だけじゃなくて言葉も含めて、はい、この大切さをね、やっぱり皆さんに感じ取ってほしいなと思うし、はい、でやっぱりもっと興味あるよって人は私の Facebook とか、はい、あるいは私の会社の株式会社オーライアンってあるんですけども、こちらのホームページ等からですね、はい、本当にお気軽に一度ぜひお問い合わせいただければいいなと思ってます。ぜひ、そうですね、お気軽にというね、はい、お気軽にお願い全然構いません。お願いいたします、はい、そしてですね、この言霊アラカルトで番組アシスタントを務めさせていただいておりますのは、私佐々木千秋と申します。普段ですね、女優やタレントを活動しておりまして、ドラマや映画、CM などに出演させていただいております。詳しい情報は公式のブログやツイッターなどございますので、ぜひ一度チェックをお願いいたします。こんな二人で今回も楽しく分かりやすく皆さんに言葉の魅力を言霊としてお伝えできるよう頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーはメインパーソナリティの菊池克人さんと私佐々木千秋の3世代のジェネレーションギャップを埋めるべく、
とある年の流行語、そして世相をご紹介していきながら、はい、ラジオを聴きの皆様にも昔を懐かしんでいただいたり、はい、あ、そんなことあったんだというちょっとした再発見をしていただければいいかなと思っているコーナーです。さて今回は私が生まれました1984年から10年後1994年平成6年についてリサーチしてまいりました。それではこの1994年どんな年であったかと簡単にご紹介させていただきたいと思います。菊池さんきっとご存知などたくさんあると思うんですけれども、まず、日本人初の女性宇宙飛行士向井千秋さんが宇宙へ旅立ちました、うんうんうん、あとは細川首相が辞任され、花田内閣が発足、鳩さんね、鳩内閣、畑内閣が発足、うん、そうだね。そしてその畑内閣が総辞職して、自社さ連立政権によるあ、はい、村山内閣が発足、そういうのが、うん、自民党与党に返り咲きました、うん、あとは関西国際空港が開港したのもこの年です、うんうんうん、で夏はですね、こう猛暑によって全国各地で水不足となったそうなんですね。で東京では当時の観測史上最高気温の 39.1 度を記録しました。でスポーツでは最終戦、うん、首位同率決戦の、まあ、中日対巨人、結構話題になったというのを後から私はテレビを見て知ったんですが、ね、こういった試合もあったんだなと思いました、うんうんうん、あとはプロ野球オリックスのイチロー選手が史上初の年間200本安打を達成したのもこの年です。それでは菊池さんにお伺いしたいと思います。菊池さん、この年1994年はどこで何をされていらっしゃいましたか？僕は転職した先が、はい、信託銀行だったんで、はい、そこでね、不動産開発みたいなのやってましたね、業務で、うん、だからこういう今お話になった話は全部覚えてるし、はい、いや大変な時代だったなって気がしますね。あ、そうですか、うん、やっぱりね、うん、でこのくらいから2000年どうなんだみたいなことでコンピューターが誤作動始めるぞとかいうのがあって、はい、ありましたね、これからどんどん用意しなくちゃみたいなことでもみんな漠然としていてよく分からなかったんだよ。うん、これから3年ぐらいしてから真剣に2000年問題対策、はい、だけどその危険がどうなのかも全然分かってなかったから、確かにどの会社もみんな大変でしたけど、でもなんともなくてよかったけどね。そうですね、2000年問題はね、結果論だよね、もうこれはそうですね、もう過ぎてみないと分からないことですよね、うん、結構いいですね。この頃は僕は不動産をずっとやってましたね。不動産開発というか、うん、なるほど、お仕事に勤しんでいらっしゃった、はい、そうですね、結構忙しくやってました、これは、うん、私はまあ小学校4年生でしたので、うん、まあ世界というか世間のことはあまりよくわからなかったんですが、4年じゃわかんないなただその日本人初の女性宇宙飛行士向井千秋さんが宇宙へ旅立ったというニュースは、うん、私、まあ、同じ名前というのもあったんですが、うんうん、すごく印象を受けまして、印象が強く受けまして、ね、まあ、作文とかでしっかりと、はい、書きました。この人一緒だよね、確かね、女性だよね。そうなんです、夢って叶うのかもしれないと思ったのが、この向井千秋さんがきっかけでもあるかもしれないですね、はい、では続いてそんな1994年の新語、うん、流行語についてその一部を簡単にご紹介させていただきたいと思います、はい、まず一郎、まあ、効果、うん、日本プロ野球オリックスブルーウェーブの一郎選手が前人未到のシーズン200本安打、最終的にも210本、首位打者、日本プロ野球史上最年少のシーズン MVP、 日本プロ野球新記録の69試合連続出塁など大活躍されました。そしてその大活躍とともに発生した様々な波及効果は一郎効果と呼ばれていたそうです。うん、はい、すごかったよね。すごかったですよね、うん、みんな周りの天才的だよ ねみんな真似してましたからね、うんうん、で続いて同情するなら金をくれ、うん、はい、日本テレビで放送されていたテレビドラマ家なき子ですね。そうそう、うん、小学校6年生の主人公相沢すずが言うセリフです。同情するなら金をくれと叫ぶシーンは強烈なインパクトがありました。私が女優を志したのはこの家なき子でございます。そうそうなんです。そうなのか、はい、へー、すごく思い出深いというか、うん、未だに見ると心が震えるドラマです。感動したんだね。感動しましたね、はい、なるほど、いろいろなことが、ね、ありましたが、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんの記憶、あの頃までプレイバックできましたでしょうか。以上、プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして、現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。さて今回のゲストはミュージカルプロデューサー清水博明さんにお越しいただきました。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではですね、早速なんですが、はい、まずは清水さんについて簡単にご紹介をさせていただきたいと思います、
清水博明さんは東京都のご出身で早稲田大学在学中に現在では現役在籍数300人卒業生2000人を超えるミュージカルサークルセイレンミュージカルプロジェクトを立ち上げられ、はい、同じく在学中に東宝ミュージカルレ・ミゼラブルにて世界 最年少でのクールフェラック役に選ばれるなどプレイヤーとして注目を浴びるプレイヤーであるとともに現在はですね日本のミュージカル界の地位向上のためにボイストレーナーそして演出家、プロデューサーとしてご活躍であるとともに短大専門学校などで講師も務めていらっしゃ いらっしゃられるということで今注目のミュージカルプロデューサーと、はい、プロデューサーさんと大それてるすいということでございます、はいはい、そんな今注目の清水さん、はい、菊池さんが実践されていらっしゃる筆跡心理分析をもとにまさに深層心理的なものまで明らかにされてしまいますがプライベートとかお仕事の面で大丈夫ですか。いやもう隠すことなんか何もないですからねもう怖いはい、なですね、清水さんにはあの放送直前にご住所とお名前を書いていただいております、はい、ちなみにこの模様はラジオはもちろんのこと YouTube で大文字アルファベットで言霊カタカナでアラカルトで検索していただきましたら放送も約1週間後程度でアップしていただきますのでぜひ動画でもね、うん、チェックしていただければと思います、はい、お願いします。ではお待たせいたしました菊池さん分析結果をお話しください。はい、じゃあまずですねどっから行こうかなと思ってるんだけれどもまずあの清水さんの住所、はい、東京都から杉並区ずっと書いているんですけども、はい、これ上から下まで1本で書き上げてるんですよね、はい、お住所、はい、でこれ時々2本に書く人もいますよね。そうですね。で清水さんの場合はもう1本で下まで書いてると、はい、要はこれ一気に下まで書きたいっていう気持ちが強くてですね、はい、一度決めたら最後までやろうぜっていう気持ちの表れなんですよこれ。だから自分の中でこれがいいんだよって思ったらそれを最後までもうやるぞっていう感覚ね。あ、これが強い人が書くやり書き方なんですねこういうのは、はい、一本で下まで書く、はいはい、従って今までもあの例えばいやもうちょっと要領よくできないのって言われたり、うん、もうちょっと木に瓶に周りの様子見ながらさ考えたらとかって言われたことがもしかしたら、はいはい、あったかもしれないけども、はい、清水さんにとってみるともうそんなの関係ないし、これがいいと思ったからこれやってるんで、評価されてないとしたら評価してないやつの時代がちょっと遅いんじゃないのぐらいの感覚だよねいいんだよ分かるやつがいればそれでっていうなめっちゃ傲慢ですねいやいや傲慢ではないです。いわゆる自分の中に基準があってこれを最後までやり抜くぞっていうことに、はい、やっぱり自分のアイデンティティを求めてるっていうかね、これが出てくるんですねこういうところに。ただこれあの行を変えたからじゃあその人は悪いって意味じゃないですよ、はい、逆に清水さんのこの書き方がいいって意味じゃないですよ、はい、ただそういうところがありますよねって言ってるだけで、それを活かせる世界でいればすごくいいと思いますね。なるほど。それと東という字も東京都の都も京も都もですね、あと高円寺も全部そのあとお名前もそうなんですが、はい、右端の上をつけてるんですよ、はいはい、あごめんなさい、左端の上を書き始めのところの 左端の上をこうつけてるんですね、はいはい、こういうところ、はい、こういうところですね、はい、こういうところ、はい、ことごとくつけてるんですよ、はい、これって多分清水さんはの当たり前じゃないのって思ってるかもしれないけども、はい、これって教わった字だよね。つけて書けよって教わってるでしょ。そうですね、それをそのまま書いてるよね、うん、でいわゆるこれは話して書く人いるでしょ、はい、自分で判断して、はい、これでも読めるでしょ。でこれもどっちが言われるじゃないんだけども、要は習ったことをちゃんとやるっていう考え方が自分の中にあるので、はい、これはどういうことかというと、ルール決まり事まずそれあるんだったら守れよっていう考え方があるんだ頭の中に。でこれはルールとか決まり事っていうのはどちらかというと過去にあるもの、あるいは過去で一番良かったもの、今残ってるものそこに学ぶものがあるだろうとそれをちゃんと自分で理解した上で次の世界に持っていこうなって考え方、いわゆる真面目な考え方と言われるようなものを持っていて、いきなり浮き足立って未来のことを考えることはあんましないんですよ。はあ、むやみやたらとさまざまな可能性とか選択肢に憧れることないんです。まずはこれどれが一番良かったんだ今までに、なんでだこれが、なんでそれが良かったのか分かるかってことを追求しながら次に行こうという発想をする癖がある。なるほど。漠然とお金持ちになりたいという願いはありますよねなるほど。それと漠然とお金持ちになりたい、ね、あいいですねそれはいいですね。でもそのためにどうするかっていう時に、はい、
やっぱりそのために何をしていけばいいのか、どうやったらうまくいった人がいるのかってことを調べる方向にすごく興味があるから、あうまくいった人の成功談とか、はい、すごく聞きたくなるはずなんですよ。あそうですね、そうでしょ、はい、それが過去の事例でしょ、はいはい、正しい方じゃない、はいはい、そっちに向かうんだね。なるほど、感覚的にどうしてもそういうふうな話題の方にはすごく熱くなる、はいはいはい、知りたいの教えてくださいよ、どうやってやったんですか、はいはい、どんな決まりがあったんですか、あそれって法則ですよね、なんてこと言われたらもう絶対聞きたくなる、どんな法則なんですかそれって聞きたくなる。なるほど、キーワードだね多分ね。法則好きですね、確かに好きでしょ、好きです、ね、いやそれは決まりのことだよね。ああなるほど、あそうだよね、はい、そういうのがまあちょっと傾向が強いよねと、はい、だからその法則を見つけるためにはいろんなことを多分されるでしょう、清水さんは、はい、見つけちまったらもうこれ使うぞって話です。でそれを一途にやるぞってのがあるわけだよ。なるほどな、これがつながるわけ、はい、そうするとねお名前でひろあきさんのひろしっていう字を、はい、これは死滅編からと谷の字をちょっとぶつけてるところなんですよ、はい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 、字の中でぶつかってるんだけども、ぶつかってますね、中でこれは同じ人間関係でもそういうところがあって、はい、いやむやみやたらとぶつかるわけじゃないんだけども清水さんの主義主張と合わないところがある人に対して、はい、あるところからいいよもうお前と話してもしょうがないよこれ以上って言ってスパッと切ることがないですかって言ってます。そんないやもうどんな人でもこう受け入れる。いやありますね。やっぱなんかこう理不尽なことに対してついついねこう。そうなんだよ。反応しちゃいますよね。だからその理不尽というのも清水さんが持ってる価値観の理不尽なんですよ。あ、でも僕の理なんですよね。そうなんです。そうなんです。いやみんながみんなそれ理不尽というかどうかわからない。確かに。でも自分の中ではそうだろうと思ってるから、それが外れちゃっていくら言っても分かんないと、はい、あるところからスパッと切るようなことをやったりする。なるほど。その瞬発力はすごいですね。何年間付き合ってきても、あるいは何十年付き合っていても、あこれ合わなかったらもういいよっていうの結構やるよね、うん、だからそこだけ見ちゃうと冷たく見えるんだけども、はい、でもそれでスパッと分かることによって双方にとっていいことがあるかもしれないね。うん、これは分かんないね、結果は分かんないよ ね、 そうですね。ただそういう瞬発力を自分は持ってるってことは、はい、知っておくとすごくいいと思いますよね、はい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 、だから問題はどこで出すかですよね。それをねしょっちゅう出してるとさ、なんだか怖いだけの人になるじゃない。そうですね、バサバサ切られるみたいな感じになっちゃうんですけどね。だけどやっぱりここぞっていう時にそれお前主義主張違うだろう、はい、俺と違うだろうそれ、はいはい、決定的に違うところは無理だぜってことをはっきり言えるような場でやると、はいはいはい、周りの人も寄りつけないぐらいのパワーを発揮するでしょうね。あなるほど。だここで言ってるのはやっぱり自分の個人特性をどう使うかなんですね、はい、それに対してだからこれいいですねとか悪いですねとか関係ないんですよ。うんどこで生かすんですか、はいはいはい、だってそのためにはさ知らないと生かしようがないじゃ ん、 うん知ってれば生かせる、よしこれはどこで生かすぞっていうことになると戦略がついるでしょ、はい、そうですね、まあ、そのためにこれをお伝えしてるんですよね。なるほど。あとね、はい、面白いなと思ったのは、はい、東京都あるいは高円寺の右の角、はい、で清水さんの広明の明っていう字ね、はい、右の上の角なんですが、はい、丸いのと四角いのと両方合わせ持って書いてるんですよ、はい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 、ある高円寺の円なんてすごいまん丸く書いてるわけですよ。書いてますね。ねえ、で広明の明っていうのは両方とも日も月も結構カクッと曲がってるんですよ、はい、そうそうカクカクしてますね。ねえ、でこれは清水さんの一つの行動特性を表してるんだけども、はい、カクカクとカクッとこう書いてる人は、はい、どちらかというと行動もいわゆるなんていうのかな、正しいやり方、正しい法則、正しい決まりにのっとって行動するんだって気持ちが強い人がこういう字を書く傾向が強いんですよ。かといってこの丸い字を書いてるから、はい、丸い人は逆にいいんじゃないかそれでも、あれもありこれもあり臨機応変に行動しようぜっていうのがあるわけですよ、はい、でこの2つをね清水さんはおそらく無意識の中で使い分けてるんではないかなと思うんですよ。器用に。器用ですね、うん、自分で気がつかないように。ごめんなさい。したがって大事なことは何を基準にして使い分けしてんでしょうねってことになるわけですよ、はい、でこれは周りの方々は知ってる可能性がある。お逆に言うと分かりづらいんですよね、行動を読めないから、ね、よくない、ある時はある時は決まりを持ち出してこの通りだよやれよこれで言ってるのに、ある時はいいんじゃないかそんなの、その場でちょっと考えようぜってやるんだよね。はいはいはい、はい、これは何を根拠にそう言ってるのか教えてあげないと周りは混乱しますよね、はい、申し訳ない。そういうところがちょっとあるかなと。
ただ自分のさっき言った発想の部分ではやっぱり決まり重視だから、はい、決まり重視が強いことは強いんだけども、はい、場合によってはいいじゃんやれよそれでっていうことをやるから、うんうんうん、それが長年付き合ってきても分かんないなっていう人もいるかもしれない。なるほど。結構癖があるよねみたいなことを言うかもしれない。旗から見ると結構一貫性がよく分からないところがあるかもしれない。なるほど、うん、だから柔軟にこう対応してるのを見ちゃうと、はい、あのもともとそればっかり見てる人は自分の中に革新的に何かこだわりを持ってるとか、うん、一本きちんとしたの持ってるぞってことがすごく分かりづらいってこともあるかもしれない。なるほど。結構硬いんですねとかって言われて、いや硬いんじゃねえんだよ、最初からこういうの持ってんだよっていうそういう話で、あ、ある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 んですか。ありますね、それね。ある？ありますね。だから柔軟にプロの意識を持って柔軟にパッパッてやってるのを見ちゃうと、あ、この人すごい柔軟なんだと思っちゃうわけですよ、はい、ところが何かで話すときに一本筋が通ったことをビシッて言うと、え、なんか意外と真面目なんじゃないですかって思っちゃう、勝手に思っちゃうんだよ相手が、はいはいはい、それは見せてるものが違うからです。はあ、なるほど。そんなことがまあこういうのを見てるとまあ面白いなと思って、僕なんか分かるんだけど、まあ、今日初めてお会いしてるんですけどね、はい、そうですね、言ってることが失礼だと困るなと思っていや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 、それは気にしてはいるんですけども、お恥ずかしい限りです。あのそういったものがあと分かるなというのがありますね、はい、うわーすごい、これはありますと、ね、何回もおっしゃってましたもん ね、 いや本当やっぱあります。そうやってありますね、そう言われてみると、うん、そうなんかね、僕の中では全然何の違和感もないんですけど、はい、当然でしょ、自分周りの人からすると何考えてるか分かんなくて怖いみたいな、うん、だからそれを言ってくれる人は大事にした方がいいよ。本当ですか。そのことを見抜いて言ってんだから。だからそれはどこで思ったのってことをちゃんと後でオフの時に聞いてみれば、うん、あ、なるほど、これは確かに俺逆だったらそうかもしれないってのがあるかもしれない。なるほど。要はそういう視点を自分で持つと言ってくれてる人に対する感謝の気持ちも出てくるんですよ、うん、まあ、なんでわかんないのじゃないんだよね、うん、あっとそうだよな、こいついいこと言ってくれてるなって思うかもしれない、はい、そうですね、気づかせてくれてるわけですもんね、うん、でその人は多分良くない、なんかすごいつまんない思いするかもしれないって言いながらも言ってるわけじゃない、うん、その人に対して、いやありがとうな、確かにあるかもしれないなって言ったらさ、また清水さん自身のこう器が大きくなるよね。ああ、そうですね。そうでしょ。で、みんながもっといろんなこと言ってくれたら、みんなもそれ言った以上は聞くようになるじゃない、お互い様でさ。そうですね、はい、でもあの人こういう人からって言ったらある距離がずっと出ちゃうでしょ。うん、でそういうのがやっぱり自分を知ったら自分を公開することになるんですよね、うんうん、俺こういうとこあるから、はいはいはい、今言った通りなんだよ実はみたいな言ってくれたらさ、はいはい、言った人はさ逆に嬉しいよね。なるほど。よく見てるな、ね、そうなんだよ、はい、その通りなんだよ、だからそこは悪いけどちょっと割り引いて見てくれよとかって言ったらさまあなるほど、向こうも分かりやすいですよね。そうそうそう、うん、そうですね。で親近感も分かるでしょ。そうですね、うん、そういうのが自分を知ることによって現場でもやっぱり意思の疎通を図りやすくなるね。はい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 、そうですね。いやもう清水さん、はい、実際あのその分析から今のアドバイスまで聞かれていかがでしたか。はい、いやこれはね、はい、深いですねいやすごいこうだからそのなんかこ う, うまあちょっとこうなんかすごい失礼な話なんですけど、筆跡鑑定って僕も具体的にどういうものか全然分かってなかったので、はい、あ、診断ね、筆跡診断、はい、うんうん、でこうなんか、あ、そうかそうか、占い的な要素があったりするのかなと思ってたんですけど、だからそのか、うん、あなたは本当に優しい人ねみたいな、 なんかそういうようなことかなと思いきやすいません、じゃなくて、いやいや、もうむしろこちらこそ不勉強ですみません、なんかそのなんか本質のところをこうふわっとでもしっかりみたいなところがすごいこう考えさせられますよね。なんかでだからいい悪いじゃないっていうのが特にすごいですよね。 そこがすごい大事なところで、はい、いい悪いなんて関係ないですよ。それをどうやって生かすのかを考えるのは自分ですよね、うん、っていうことが一番大事 で、ねね、僕は車なんだから車の走り方をしなさいよっていう、バイクやってもしょうがないよねみたいな話ですよね、うん、そうそう、その特性を生かすために、ね、生かすって知らなかったら生かせないじゃん。そうですね、知ってれば生かせる、はい、そうですね。いや菊池さんがよくねおっしゃって、今もおっしゃっていただきましたけど、本当に参考に、はい、そうなんだ、私そうなんだっていうところを参考にするものであって、こう断言は、ね、できないというところもあるので、はい、そこはまああのご自身で、いや、はい、いやありがとうございます。すごい勉強になります。思います。ありがとうございます。めっちゃ興奮しちゃいますね。これですね。結構濃厚な時間だったかなというふうな今雰囲気を感じております。さ
て、それではですね、このあたりで今回のゲスト清水博明さんから告知などございましたらお願いいたします。はい、はい、ですね、今僕アウトオブシアターという団体を、仲間と一緒に運営しておりまして、はい、普通にミュージカルって劇場にお客様が来られるんですけど、はい、まあ、そうすると来られる方しか見られないので、はい、結局来ることに興味がない人たちには見ていただけない、うん、なんかそれじゃつまらないということで、はい、こう、まあ、路上とか劇場じゃないところ、アウトオブシアターで、はい、ミュージカルを勝手にこっちでやっていろんな人に届けていこうっていうことをやってるんですね、はい、でついこの間11月の17、18と、はい、横浜の元町のショッピングストリートという商店街があるんですけど、うん、はい、あそこ500メートルを全部ミュージカルに変えるっていう、面白い、やらせていただいて、今度ちょっとこれは遠くなっちゃうんですけど、はい、神戸に12月8、9と行きまして、はい、そちらで神戸のまた元町さんでもちょっとそういうことをやらせていただくという企画なので、もしこれでもね、市川ですからね、あ、でもまあね、全国でお聞きいただくことも ね、 ね、 あ、 ね、あのできますので、ぜひ神戸の方、ぜひ近隣の方お越しください。すごい面白いですね、うん、なんかすごい面白いなという感じですよね。面白い、あと、うん、あともう一個いいですか、はい、あとはミューカレという団体をまた別に僕も運営してまして、はい、そっちは、ミュージカル の、 その若手を盛り上げるっていうコンセプトでやってる団体なんですけれども、はい、12月の27日に、はい、この、学生ミュージカルガチバトルライブというものをやってまして、うん、学生ミュージカルっていろんな大学さんがあるので、はい、例えば上智さんとか早稲田さんとか慶応さんとかっていう、はい、そういうところから2校引っ張ってきて代表者5名ずつ出してミュージカルバトルを、ことやってました。面白いですね、そうですね、企画がいいね。そう、じゃあそんなことを12月の27日に原宿ストロボカフェという場所で行ってますので、もしよろしかったら、非常に楽しい若い戦いが見られますので、よかったらお越しください。もう本当にね、寒くなってきますけれども、頑張ってね、いただきたいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。今回のゲストはミュージカルプロデューサーの清水博明さんでした。清水さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。あと勉強になりました。皆さん、なんともエンディングの時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。本当にね、いろんな方にこの筆跡の分析もそうなんだけど、はい、やっぱり言葉のさ、奥にあるような意味ね、はい、こういったものをやっぱりみんなもっともっと注目してもらいたいし、言霊って日本人が昔から使ってたことの意味を ね、 単に言ってたんじゃなくて、やっぱり意味があったんだよね、うん、でこういったものをやっぱり話題にしていただけたらいいなと思うし、はい、本当は小学校とか中学校でもさ、はい、こういうのを前もって教えてあげたら、うん、僕は全然違うだろうなって気がするんだけど ね、 そうですね、まあ、そんなのを期待してるところですけどね。そうですね、はい、今朝、尺がもうギリギリなんで、あ、本当、本当にこれだけ、これをもっと短くしてもらってもいいぐらい。分かった、はい、じゃあ言いますよ、あの、はい、はい、すいません、もう一回お願いします。あ、もうないんだね、さっき俺もないと思ったから言わなかったね。いいですか。はい、皆さん、なんともうエンディングの時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。私もいろんな方にね、筆跡の分析と、あと言葉の心の奥底にある意味、こんなものについてお伝えしていきたいと思います。はい、はい、それではですね、言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。ありがとうございました。